ユースフ・ワル・カラダは、エジプト出身のウラマー。国際ムスリム・ウラマー連盟会長。エジプトに生まれ、2歳で父を亡くしおじに育てられる。1953年に、カイロのアルイコール・アズハル大学を卒業、ムスリム同胞団に参加したため、エジプト政府により何度も投獄され、1963年、ついに追放されて、カタールへ渡る。カタールでは、衛星放送局、 アルジャジーラの看板番組の一つである、シャリアと人生のメインゲストを務め、毎回視聴者などから寄せられる、社会生活上における問題についての質問に対し、豊富なクルアーンの知識を活かして回答する。イスラム界では、最も著名な法学者の一人であり、彼の出すファトワーは、アラブ社会のみならず、全世界のイスラム教徒に対して、絶大な影響力を持つ。 非常に柔軟なクルアーンの解釈で知られ、女性の社会参加に寛容であったり、性生活に関して、夫婦の自由意志を尊重するなどの立場をとっている。これが、保守的なイスラム教徒からは欧米に、迎合しているなどと批判されることもあるが、一方ではイスラエルに対するパレスチナ武装組織による自爆攻撃を支持したり、9.11同時多発テロに、 対するアフガニスタンへの報復攻撃に際して、アフガニスタンを支持するなどの見解を出したことから、テロリスト支援者と目されることもある。彼の見解は、ヨーロッパで物議を醸しており、2008年に英国、2012年にフランスへの入国を禁止された。また国家を超えたイスラーム社会の団結のために、マスメディアやインターネットを有効に活用すべきで、 あるという考え方の持ち主であり、自ら監修したウェブサイトイスラームオンラインを立ち上げるなど、積極的に新しいメディアを利用する姿勢でも知られる。1994年にイスラム法への対処の研究で、キング・ファイサル国際賞イスラム研究部門を受賞。息子の一人、アブドン・ラフマーンは、詩人、ありがとうございます。